それでは本年度の起業家講支援最後の発表を進めてまいります。第2回ウチナー ICT ビジネスプラン発表会で選抜されましたチームキャラメルプディング、プラン名はテキパキッチンです。それでは担当分担の伊藤健吾様お願いいたします。三度伊藤でございます。今回僕はトップバッターと鳥と大鳥っていう順番で出させていただいてですね、事務局の僕への偏りがすごいなと、3チーム審査員が選んでくださるんですけど、3チームとも僕のところに入れてくれるといいなと思うんですけども、最後のチームキャラメルプリング沖縄高専で、今日高専のチームできる何ですかね、物が動いてるチームがかなり多いんですけども、まあ、彼らも僕が見た時にすでに出来上がっていてですね、まあ、見ていただいた方が早いんで、面白いと思います。で、今回彼ら架け橋プロジェクトということで明日から、シリコンバレー行くそうなんですけれども、それでギリギリ明後日だっけロサンゼルス、まあアメリカに行くそうです、はい、で出れるか出れないかギリギリだったんですけど、滑り込みで出るということになったんで、今日のプレゼンまた面白いと思うんで、見てやってください。はい、ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。それでは発表を始めさせていただきます。沖縄高専のキャラメルプディングです。まず私たちのプランなんですが、アプリを作ってきました。アプリの内容なんですけども、料理です。皆さん料理って得意ですか、苦手ですか、手際よくできますか。ちなみにすごいもう僕苦手なんですよ。すいません、どれくらい苦手かっていうと、両親がいない時に僕が料理を作ったことがあるんですけど、その時2品ぐらい作ったんですけど、片方に集中してしまって、その時気づいた時には隣にいた味噌汁がすごいことになってしまっていて、それを見た僕は複数の料理を効率よく作ることが大切なんじゃないかって気づいたんです。いっぺんに複数の料理が作れないとか、タイマーをセットするのがめんどくさいとか、手際よく料理を作れないとか、親と暮らす高校生や社会人、主婦など料理は嫌いじゃないけど手際が悪い、テキパキ料理をしたい、僕と同じようにそう思っている人がたくさんいるはずです。そこで私たちが開発したのがテキパキッチンです。このアプリは誰でもスマートにテキパキとクッキング、それを実現するアプリとなっています。このアプリが何をしてくれるのかというと、複数の料理をサポートしてくれます。皆さん料理アプリといえばまずクックパッドが思い浮かんだと思うんですけども、確かにレシピがたくさんあって便利だと思うんですけども、一品しか表示ができないんです。普通夕飯とかを作るときって3品ほど作るじゃないですか。その場合クックパッドだと少し不便じゃないかなと思って、今回僕たちはこのアプリを作りました。では僕たちのアプリの様子を動画でご覧ください。まず最初に人数設定を行います。続いて主食、副菜、汁物を選択していきます。今回はチャーハンとゴーヤーの甘味噌炒め、クリームスープを選択しました。ちょっと沖縄っぽくしてます。で、料理開始ボタンを押すと料理がスタート。なんとこの画面、手をかざすだけで画面を操作することができます。またパスタを茹でるなどタイマー設定が必要な際にはアプリが自動でタイマーを起動してくれます。タイマーを起動中は他のレシピを動かすことができます。またタイマーが終了した際にはアプリがきちんとアラートを出してくれます。これによりユーザーはタイマーを意識することなく調理を進めることができます。それでは複数のレシピを組み合わせていく仕組みを説明します。まずテキパキッチンはユーザーが選択したレシピを読み込んでいきます。そして手順一つ一つに順番をつけていきます。この際アプリは手順を下準備と本調理に分けます。そしてそれぞれの処理の判断基準に基づいて相当をかけていきます。そうして完成した一つにまとめられた新しいレシピから一つ一つの手順をユーザーに提供することで複数の料理をサポートする形となっています。続いてタッチレスユーザーインターフェースについて説明します。先ほど動画にもありましたが、タッチすることなく画面を操作することができます。まずこの機能ではインカメラから画像を取得します。このように僕が手を振っている画像が得られたとします。その時最初に処理の高速化のためリサイズ、
続いて肌色を検出しやすくするために RGB から HSB への変換。続いて肌色の検出、ここで日化を行います。続いて顔などのノイズを取り除くために背景除去を行います。続いて白い画素の輪郭を抽出し、その最大面積を求め、その面積の最大の部分を監視します。これにより手の動きを監視し検出することが可能となっています。このように私たちは複数の料理を一つのレシピにする新しいアプリを開発しました。また面倒な操作を不要にするために自動タイマーを組み込みました。さらに画面に触らずに操作できるタッチレスユーザーインターフェースも組み込みました。これが私たちのアプリテキパキッチンです。ではこのアプリを用いてビジネスモデルを展開していきます。まず収益モデル一つ目なのですが、おすすめのレシピをアプリ側が提案してくれる機能を有料化しユーザーが課金していくという方法です。このアプリ確かに便利なのですが、 たまにですね、すごい内容を選択してきて、こんなの調理できるかとか言って文句言ってくる人がいるんですよ。それをどうにかするためにおすすめレシピを選択する機能をつけました。この機能に1ユーザー200円、総ユーザー10万人と仮定、課金者をおよそ5000人と仮定したところ、毎月100万円ほどの収益を得ることができます。次に2つ目です。これは B2B になるのですが、企業のおすすめの商品を使ったレシピを、レシピの中にもうおすすめの商品を組み込んでいくという内容で、広告料をもらっていくという内容です。ここでは1商品あたり5000円毎月、企業1社あたり20品、契約企業20社、そうした場合毎月200万円ほどの収益を得ることができます。続いて3つ目です。近所のスーパーの特売商品とリンクする方法です。これを用いることでユーザーは近所の特売商品を見つけることもできるし、スーパー側は特売商品を売り込むこともできます。これを1企業毎月5万円、20社と契約した場合は100万円の収益を得ることができます。これら3つを合わせるとおよそ年間4800万円の売り上げを出すことができます。続いて費用です。このような費用となっておりまして、先ほどの売り上げから引きますと、およそ利益として2052万円を収益として得ることができます。続いて事業計画です。先ほどまでの元々の資料だと先ほどのまでのものとなっているのですが、ちょっと伊藤健さんにこれだと足りないでしょって突っ込まれたので、ここの部分を作りました。資本金はこのようになっており、設立費用と初期運用費でおよそ980万円となっております。続いて3年収支計画表です。これだと少し見づらいのでグラフにします。このように少しずつ収益を増やしていき、3年目には大きな収益を得ることが可能となっています。そしてターゲットなのですが、今クックパッド利用者に対する調査が行われており、知りたいコツ、マスターしたいことでは、複数の料理を手際よく作る段取り、料理する上で重視することでは効率よく短時間で調理できること、それぞれ 35% と 83%、 およそ8割以上の人が効率よく調理することを求めています。これのターゲットからまずは狙っていきたいと思っています。これで私たちのプランの説明は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。去年の12月ですよね、僕お会いしたのね。はい、そうです。だいぶまたレベルが上がりましたね。ちょっとなかなか苦労したんですけど、かけ橋分でも、はい、厳しかった、この厳しいというか、なんか結構真摯に考えてくれてたんで嬉しかったですね。ちょっとFacebook の使い方分かんなくて返事が返せない時があったんで、ちょっとそれは申し訳ないと思ってます。いいですね。はい、はい、じゃあこのチームに何かご質問がある方、はい、福野さんお願いします。実際複数のレシピを組み合わせるアルゴリズムがすごい気になるんですけど、はい、ある程度構造化ってしているわけですよね。構造化してますね、はい、でそのレシピの、はい、構造をもうちょっとプログラマブルに、レシピ ML とか、はい、数量を自由に変えられるとか、はい、そういう形に標準化して、それを、はい、一緒に発表されると、はい、結構面白いなと思い、ありがとうございます、はい、いますと。であとプロモーションとして、あ、そうだ、その前に、はい、ぜひ2人で料理するときの
結果っていうのを出してほしいなと、はい、だから複数の料理を2人で作る場合、はい、どう分担すると最適になるかっていうのがあると、はい、夫婦で料理するときに便利じゃんと、まあ、その辺も料理レシピを構造化さえできればできるはずなんで、はい、その辺もいい売りになるんじゃないかなと思っています、はいはい、参考になります、はい、ありがとうございます。あと広げ方として、はい、沖縄料理すごいいいと思うので、はい、こう沖縄料理に特化して、まあ、とことん沖縄料理、はい、やるならテキパキッチンっていう形でまずスタートするとかっていうのも、はい、まあ、面白いかなと、まあ、結構行政が地元の野菜使ったレシピとかどんどん出してるので、はい、まあ、そういうところとタイアップすると、まあ、沖縄県とか市内のいろんな行政も含めて、はい、オープンデータ絡めてレシピオープンデータぜひ構造化狙っていただければと思います。はい、ありがとうございます。素晴らしいアドバイスありがとうございます。福野さん、他にはございますか。あ、佐藤さんお願いします。よろしくお願いします。皆さんの動機について興味があるんですけど、その、はい、今回でいうとそのいわゆるタッチレス UI をこう作る、はい、そのどちらかその技術を使い道としてこういうそのレシピに、はい、応用しようと思ったのか、それともその、はい、こういうその料理の時の問題解決をするためにどういう技術が必要かって思想で作っていったのかというと、はい、どちらが出発点で作られてるんですか。今回はレシピを操作するときに手が濡れていたりすると画面の操作がおぼつかなくなってしまったりするため、まず操作のユーザーインターフェースの向上のために組み込みました。それで そういうその動機を持ってから今のこのアウトプットが出るまでってどれぐらいの期間かかってますか。アウトプットが出るまでの期間1ヶ月少しぐらいです。1ヶ月ぐらい、はい、わかりました。素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます。さんお願いします、はい、ありがとうございました、はい、このアドバイスなんですけれども、先ほどビジネスモデル書かれてましたけども、はい、誰からどのようにしてお金をいただくのかというのは結構重要かなというふうに思ってます、はい、というのもクックパッドさんの場合は、まあ、有料課金収入というのは結構多くてですね、はい、要はユーザーのためにサービスを提供してユーザーからお金をもらうんで、ユーザーの価値の最大化っていうのはできるんですけども、どことは言わないですけど、多く の口コミのグルメサイトとかの場合は見に来る人のベネフィットよりも広告を出す人のベネフィットを考えたりだとか、あと求人情報でも就職する人よりも求人広告を出す人の方がまあお金を出してるわけなんで、その人の方にどうしてもまあモチベーションというか優先順位が上がってしまうということがあると思うんですね。だからこういうアプリの場合は広告主からお金をもらってしまうと、決してユーザーのためではなくて広告主のためのアプリになってしまいがちなので、やっぱりユーザーからお金をもらうということを主軸にしながら、ユーザーのベネフィットを最大限拡大するようなそういうアプローチを考えとかないと、ビジネスモデルを広げたときにユーザーから支持を失うということになると思うので、そのあたりを気にされたらいいのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。参考にします。ちょっとあれなんですけど、レシピそのものは、はい、これからやはり蓄積していくっていうことなんですか。はい、そうですね。今開発者側でしか追加できない状態なので、これからもうどんどんと開発者側で組み込んでいきたいと思っています、うん、なるほど。その発想で攻めた時って、まあ、多分ひょっとしたらそのアプローチしかないのかもしれないけれども、はい、このソリューションそのものは、料理を作るレシピ、例えばクックパッド本来ライバルなのかっていうことでして、要はそのレシピをもの蓄積はもうすでに他にあると、はい、これも複数 そのレシピをうまくそのコンビネーションして、はい、自分で実際には家で献立作るときには複数のレシピで作るわけですよね、はい、その料理のプロセス改善みたいなところにすごく役に立って、だからこそそこの UI もこだわられていると、はい、だから実際にはそのコンテンツとして そのレシピでクックパッドをライバルにしなければいけないのか、はい、でするとしたら、まあかなり先ほどアドバイスあったみたいに、じゃあ沖縄料理みたいなニッチなところからズバッとここだけはめちゃくちゃ揃ってるとか、つまり要はこのプロダクトの価値とは違う価値のところで競合に勝てないっていう可能性が十分にあり得るので、だその辺も含めてよく考える必要がビジネスモデル上はあるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。
もうおしまいでしたっけ、時間は。はい、以上でございますね。はい、チーム名キャラメルプディングのお三方に盛大な拍手をお願いします。